ドリームがテクノブレードに送った歌。マインクラフト YouTuber で最強と呼ばれる二人、ドリームとテクノブレードは良き友人でライバルでしたが、2022年6月、テクノブレードは癌で亡くなったことが彼の父から発表され、たくさんのファンやマイクラプレイヤーが悲しみました。そして1年経った2023年8月、ドリームは彼のチャンネルにて一本の動画を公開します。ザ・デュエルスというタイトルのミュージックビデオで、ミスター・ビーストに10万ドルの最強決定戦を誘われた時にやっていたことや、決闘そのものを再現した曲でした。ドリームはこの決闘を私の人生で最も注目すべき瞬間の一つだったといい、この曲についてテクノブレードを忍び、彼の遺産を生き続けさせるのと同時にチャリティーに貢献するためのものだと綴りました。ドリームは歌を通じてテクノブレードへの別れを伝えました。二人はこれからも永遠のライバルで親友であり続けるでしょう。